正の数と負の数、数学における正の数、正の数、正数は、例より大きい実数を言う。対照的に、負の数、負の数は、例より小さい実数である。特に初等数学、算術や初等数論などの文脈によっては、暗黙の了解のもと特に断りなく、より限定的な範囲の正の有利数や、正の整数という意味で単に、 正の数と呼んでいる場合が、あ、負の数も同様。数学において負数はマイナス記号を数字の前につけて表されるが、簿記などでは数字を赤くしたり三角形を数字の前につけることによって表すこともある。例は増減のない状態であるため、性でも負でもない。負でない数とは例より小さくない。つまり例、または正の実数である。 正でない数とは例より大きくない。つまり例、または、負の実数である。負の整数は、方程式、xy、イコール z がどんな x と y に、対しても、z に関する方程式として、意味を持つように、自然数の体系を拡張して得られるものだと、考えられる。このような負の整数の捉え方と同様にして、負の有理数や、負の実数も得られる。 負数は、温度のように目盛り上で例より低くなる値を、記述するのに有用である。簿記においても、負債の表現に使用できる。簿記において、負債はしばしば赤い数字、赤字や三角形を前につけ数字によって表す。負でない数は非負であると言われる。ゼロに等しいか、それより大きい、すなわち正であるか、ゼロである、実数を、非負実数という。比不実数は負でない。 実数は、負の実数か、非負実数のいずれかである。非負実数のうち整数となるものを非負整数という。定義域が実数であり、整数に対して1を、負数に対して1を、0に対して例を返す関数、sgn を定義できる。この関数は、符号関数と呼ばれることがある。この時、x イコール0の場合を除き以下の式が得られる。ここで x は、 X の絶対値であり、H はヘビサイドの階段関数である。微分法も参照。定義域が複素数であり、整数に対して1を、複数に対してマイナス1を、0に対して0を返す CSGN を定義できる。この関数は複素符号関数と呼ばれることがある。複素数の代償は以下のように解釈する。数列は0。 整数、不数の3種類が組み合わさって構成されており、基準点が0、基準点から増えている分が、整数、基準点から減っている分が不数となる。したがって、加算と減算では、不数は負債であり、整数は収益であると考えることができる。同じく、時間や世代の距離を数える場合にも、例は、現在や自分、不数は、過去や年上、親や祖父母など、 整数は未来や年下、子供や孫などであると考えることもできる。不数を加えることは対応する整数を減ずることになる。逆に不数を減ずることは対応する整数を加えることになる。減算と不符号の概念の混乱を避けるため、不符号を植え付きで書く場合もある。ただし、会計では不符号で表現する。 整数をより小さな整数から減ずると、結果は、不となる。整数を任意の不数から引くと、結果は、不となる。不数を減ずることは、対応する整数を加えることと等価である。別の例、不数をかけることは、政府の方向を逆転させることになる。不数に整数をかけると、積は、不数のままとなる。しかし、不数に不数をかけると、積は、整数となる。 負債二20円を3倍にすれば、負債六60円になる。後方へ毎時 40km 進む車は、2時間前には、現在地から前方へ 80km の位置にいた。これを理解する方法の一つは、整数による乗算を、加算の繰り返しとみなすことである。3には各グループが2を含む3つのグループと考える。したがって、32イコール2 2イコール6であり、 当然に3イコールイコール6である。不数による乗算も加算の繰り返しとみなすことができる。例えば、3には各グループが2を含む3つのグループと考えられる。これは乗算の交換法則を満たすことに注意。不数による乗算と同じ解釈を不数に対しても適用すれば以下のようになる。しかし形式的な視点からは、2つの不数の乗算は、 積の和に対する分配法則によって直接得られる。除算も乗算と同じく不数で割ることは政府の方向を逆転させることになる。不数を整数で割れると章は不数のままとなる。しかし不数を不数で割れると章は整数となる。非除数と除数の符号が異なるなら章は不数となる。不採90円を3人で分けると 負債30円ずつ検証される。東を整数、西を負数とする場合、4時間後に東へ 24km 地点に進む車は、4時間前には西へ 6km の位置にいる。両方の数が同じ符号を持つなら、小は両方が負数であっても整数となる。類乗は乗算や序算と同じく指数を整数にすると N 乗に倍増される。 しかし、指数を不数にすると、1、n 乗に分割される。つまり、指数 n を整数にすると、n 解乗算を繰り返すことになるが、指数 n を不数にすると、n 解乗算を繰り返すことになる。 有理数の場合と同様、整数を自然数の順序体。これは、整数 AB を表していると考えることができるを、下に述べるようにして同一視したものとして定義することによって、自然の集合 N を整数の集合を Z に拡張できる。これらの順序体に対する加法と情報の拡張は、以下の規則による。ここで以下の規則により、これらの順序体に、 同値関係を定義する。この同値関係は、上記の過法と情報の定義と矛盾せず、Z を N のによる、小集合として定義できる。すなわち二つの順序体とが、上記の意味で同値であるとき同一視する。さらに、以下の通り、全順序を Z に定義できる。これにより、過法の例言、がの形式で、の過法の逆元、がの形式で、 情報の単位元がの形式で導かれ、憲法の定義が以下のように導かれる。長い間、問題に対する負の解は誤りであると考えられていた。これは、負数を実世界で見つけることができなかったためである。例えば、負数のリンゴを持つことはできない。その抽象概念は早ければ、紀元前100年、紀元前50年には認識されていた。中国の 九小三術には、図の面積を求める方法が含まれている。赤い三儀で正の係数を、黒い三儀で負の係数を示し、負の数が関わる連立方程式を解くことができた。紀元後七世紀頃に書かれた古代インドの、バクシャー・アリーシャ本は、を、不符号として使い、負の数による計算を行っていた。これらが現在知られている最古の負の数の仕様である。プトレマイオス・アサ。 エジプトではディオファントスが3世紀に、三述で 4x20 イコール0、解は、負となると等価な方程式に言及し、この方程式は馬鹿げていると言っており、古代地中海世界に、不数の概念がなかったことを示している。7世紀の間に、不数はインドで負債を表すために使われていた。インドの数学者ブラーマグプタは、ブラーフマスプタシッダアンタ、628年において、 今日も使われている、一般化された形式の解の公式を作るために、不数を使うことについて論じている。彼は二次方程式の負の解を発見し、不数と例が関わる演算に関する規則も与えている。彼は整数を、財産、例を、例、負の数を、借金と呼んだ。12世紀のインドで、バースから二世も二次方程式に、負の根を与えていたが、問題の文脈では、 不適切なものとして、負の根を、拒している。8世紀以降、イスラム世界は、ブラーマグプタの著書のアラビア語訳から、負の数を学び、紀元1000年頃までには、アラブの数学者は不債に、負の数を使うことを理解していた。負の数の知識は、最終的に、アラビア語とインド語の著書のラテン語訳を通して、ヨーロッパに到達した。しかし、 ヨーロッパの数学者はそのほとんどが17世紀まで不数の概念に抵抗を見せた。ただしフィボナッチはソロバンの書1202年の第13章で不数を負債と解釈し、後には成果で損失と解釈して金融問題に負の解を認めた。同時に中国人は右端のゼロでない桁に斜線を引くことによって不数を表した。 ヨーロッパ人の著書で不数が使われたのは15世紀中の主家によるものが最初であった。彼は不数を指数として使ったが馬鹿げた数であると呼んだ。イギリスの数学者フランシス・マセレスは1759年不数は存在しないという結論に達した。不数は現代まで十分に理解されていなかった。つい18世紀までスイスの数学者レオン・ハルト・オイラーは 複数が無限大より大きいと信じており、この見解は、ジョン・ウォリスと共通である、方程式が返す、あらゆる負の解を意味がないものとして無視することが、普通だった。複数が無限大より大きいという論拠は、フォーミュラ5の章と、X が、正の側から、X イコール0の点に近づき、交差した時何が起きるかの考察によって生じている。数学の言葉では、 性の数の全体は、実数全体のと呼ばれる対象をなす。これによりは、下方に関して、順序群、下方と情報に関して順序体と呼ばれる構造を持ち、また逆に、順序群や順序体としてのの性水が与えられれば、性の数とはの任意のもとのことであると述べることができる。平面のや空間のなるなどが、順序線形空間としての性水の例であり、この構造に、 水の名称が付けられている理由を見ることができる。これらのような順序構造において、生水は、それぞれの負荷構造によって記述できる良い性質を、様々に持つ。関数解析学における、小作要素全体のナス、突水もまたそのような例であり、より抽象的に、バナッハ感、シー感におけるなどが考察の対象となる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。